旭川電気軌道は北海道旭川市に本社を置く企業。同市を中心に路線バスや貸切バスを運行するバス事業や不動産事業を行う。かつては軌道事業を主軸とし東川線及び東旭川線を運行していたが1973年1月1日に廃止された。2020年12月1日現在、 すべて北海道に、所在2018年6月7日、旭川市一条通り7丁目 A、シュビル地下より、移転2020年12月6日、現在入湯号の一例。下は、ハイブリッドバス2019年12月1日、慢性的な運転手不足を理由に6系統を廃止した。2012年11月1日より、独自の IC 乗車カードである、 アセカカードを導入している。1991年4月1日には日本初のクレジットカードを使用するバスカードシステムを導入したが2012年3月に終了している。システムは旭川電気起動株式会社コンピュータービジネス日立製作所が共同開発し、非宣伝旭川発行のクレジットカード所持者及び指定人に対して専用の シャトルカードを発行するほか、同社発行のクレジットカードそのままでの利用も可能であった。普通運賃の支払いに加え、回数乗車券登録や定期乗車券登録も可能であった。66旭日岳線入で湯号、77旭川空港線は利用できなかった。貸切バス車両は2013年9月現在で19台登録。 事業は通常は、旭川運輸支局管内、札幌運輸支局管内、室蘭運輸支局管内の内戸間小牧市、伊達市、雄仏郡、猿郡、白尾郡、阿部田郡での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。三菱不装トラックバス、日野自動車、 UD トラックス、イスズ自動車の4社の車両を購入している。古くから全長11メートル級の長弱車が多い。1963年から1978年までは、全長12メートル、前輪2軸、定員110名という長大車である三菱、不装 MR430 型が在籍していたが、これは日本では他に、名古屋鉄道バス、 国鉄バスにしか導入されていなかった希少な車両で、クレハ体で導入したのは、同社だけである。1987年から、北海道内の路線バスでは初めて新車で冷房車の導入を開始、1990年代に入ると、神奈川中央交通より100台以上の中古路線車を導入した。これにより、同社の保有する車両の7割が冷房車となり、 北海道内の乗り合い事業者随一の冷房化率となった。また、1997年3月には、三菱エアロスターノーステップを10台導入した。これは、日本製ノンステップバスの最初期の導入であり、当初からまとまった台数を導入した上、しかも、日本の積雪地では、初めての導入ということで、バス雑誌では、話題となった。以後も、積極的に、 ノンステップバスの導入を進めている。2018年3月31日現在では、全路線バス車両152台のうちノンステップバスは93台となっている。1999年10月には、東京空港交通より、筑波万博のシャトルバスでも使用された、ボルボ製連接バスを3台購入し、需要の伸びる冬期間を中心に2004年まで、 学生対策路線に運用していた。1968年に旭川市にスーパーマーケットを開店したのが始まりである。子会社として運営した後、1997年に運営していた子会社の旭日友ストアと合併して直営事業化した。2008年3月期には18店舗で売上高約115億円となって赤字転落したため、2008年に 朝日友ストアを設立して再び古海借家し、店舗網の再編を進めて14店舗に縮小したものの2010年3月期も約1.2億円の経常赤字に陥ることが見込まれたことから当社を生産して2010年にスーパーマーケット事業から撤退することになった。ありがとうございます。